すみません、実は私も武士道の何たるかに詳しいわけではないんです。あ、でもこれだけはわかります。相手を思いやり、礼を重んじる、それも武士道の一つだと私は信じています。え、信じることは大事？はい、私もそう思います。私はあの時にその信じることの大切さを知りました。あの時って何ですか？そうでした、知らなかったんでしたよね。あの時っていうのは、あやさんと千里さんが言い争いになった時のことなんです。千里さんがあやさんに、努力が必ずしも報われるとは限らない、とそういう感じの言葉を言ったんです。もちろん千里さんも悪気があったわけじゃないと思います。でもいっぱい努力してきたあやさんにとって、その言葉は何より辛いものだったはずです。でもあやさんは諦めずに努力を続けました。自主練をいっぱいして、ひたすら前に歩き続けたんです。千里さんですか？千里さんは言い争いの前も後もなかなか自主練に来ませんでした。きっとお仕事が重なっちゃったんだと思います。それでもあやさんと私たちは練習を続けて待ちました。きっと千里さんも来てくれる、そう信じて、それから詳しくはお二人しかわからないんですが、あやさんと千里さんは仲直りできたみたいで、千里さんも自主練に来るようになったんです。とても安心しました。でも正直同じくらいとても不安だったんです。もしこのまま千里さんが来なかったら、もし千里さんがパスパレをやめてしまったら、その考えがずっと頭から離れなくて。だけど先ほども言いましたが、あやさんは決して練習をやめませんでした。それはあやさんが努力すれば報われると信じていたからに他ならないんです。だから私も信じることにしました。千里さんは必ず帰ってくると、あやさんの鉄のような意志を見習って。あ、すみません、長々と喋ってしまって。でも私は思うんです、皆さんは仲間です。仲間とは互いを信じ合うものです。それは武士としてではなく、私のような仲間思いの友人を持ってパスパレは幸せ者だ。